今日のゲストは朝倉未来チャンピオンです。はい、もう本当に自分でテレビ番組を持ってたもんなんで、 YouTube って、それはなかなか難しい、できないよな、本当に。まさにこれ見てるのは付けたことあるね。伝説具合が残ってました。ネクストチャレンジ、ネクストチャレンジ、今日のゲストはすごいです。朝倉未来チャンピオンです。はい、テレビでしか見たことなくて、はい、やっぱりお会いしてみたいなっていう選手でした。いやいやいや、こちらは、うん、本当に嬉しいです、光栄です。いや、見てるんだから、試合とか外国の方との2試合見たかな、はいはい、あ、YouTube 見てもらえてるんですか。 YouTube 見た、名前も聞いてますよ。あ、本当テレビの中でも、はい、テレビのタレントさんとしてのイメージは強いですけど、あのボクシングの試合とかやっぱり拝見したことありました、はい、テレビでやってて最初、うん、でその後 YouTube で検索して、うん、見直して、うん、おー、闘争本能がすごかったですね。相手倒れてるのに打ってましたよね。あれダメですよね、今は。今だら昔それぐらいしないと、ジムの会長に怒られたんだよ。もたもたしとったら勝たなくちゃいけない世界だったから、無我夢中にやってる、あれわざとじゃないんだよ。スタミナもすごかったですね。15ラウンドっていう戦いがあったから走りましたね。1日どのぐらいの練習されたんですか。朝1時間半ぐらいロードワーク、はい、で午後ジムワーク2時間、それ以外はやらないな。へえ、ことしない。集中してバーッともう入ってきてメニューをだってこなしたらもう終わり、パッと帰る。僕も一緒です。試合と同じような行動をやればいいんですよ、はい、ただ性格が多分自分でいつも行動を起こす、うん、そうです ね、はい、いやちょっとね、あの本当やっぱり少し緊張してるね、僕やっぱり強い人と会うっていうの、俺が今スタートした4回戦ボーイみたいな、この YouTube 始めたばっかりで、もうチャンピオンでいるらしいね、いろいろ話聞いたら。だからそういう方にやっぱり会って話するのもなんかあるじゃん、緊張。俺が聞いてもいいのかなっていう感じするじゃん。今日いいの、はい、全然大丈夫です、はい、嬉しいな。いくつか質問考えてきたんだけど、はい、ね、まあ一つ目はあの YouTube の頑張れっていうアドバイスないですか、俺に。あ、こうしたらいいよって、なんかないですかね。やっぱり試験さんはもうピュアなんで、うん、結構ドッキリとか引っかかりやすいじゃないですか。あるね。だからもうスタッフの方がどんどんガチドッキリを仕掛けていくしかないかなっていう、それをやっぱ視聴者さんを見たいのかな。そういうのすぐ分かるの、ドッキリとか。はい、大体分かります、分かる、見てると。すごいね。いやでも今日のはね、結構ギャンブルでしたよ。気づかれたら企画通りだったんで、でも良かったです、気づいてくれなくて。いや、メガネなんですよ。目で把握してるんですね、人を。YouTube でこれからやっていきたいことってあるんですか。僕本当に全く分からなかったの、はい、テレビとかは見ないですか。見る。ああ、そうです、うん、なんかまあ自分でテレビ番組を持つようなもんなんで、 YouTube って、まあ、大きくしちゃう、言っちゃうと、それはなかなか難しい、できないよな、俺も。やっぱ自分がしたいことをやりつつ、たまにドッキリをスタッフさんが高度なドッキリを仕掛けられるのが、やっぱ仕掛けるのを見るのかなって。ミクルさん的にはこの人とコラボして面白そうみたいなのあったりします。エガチャンネルですね。カオスになりそう。エガシラさん、裸になってるやつ、はい、お互いの世界観がもうあるんで、エガシラさんって化学反応起きそうですね。あんまりピンときてない。飽きてないですか。その辺も面白いと思うんですよ、だからコラボしてみたいですね。だからあんまっすね。どのようにしたらいいですかね。あ、今後もこれ感じます、はいはいはい、中途半端じゃなくて大きい目標とか、自分の能力では勝てないなっていう、相手が見つかるまでは戦いたいなっていうのはあるんですけど、うん、終わりを作ることによってなんかもうちょっと内容濃くしたいんで、うん、残り2年で一応やめるっていうのは格闘技は言ってるんですけど、うんうん、まあ、今なんかその僕じゃ勝てないって言われてるような格上の外国の選手とかと戦って、うん、まあ、勝って証明していきたいなっていうのはありますね。お、まあ、日本人の選手は結構勝ててないんで、うん、まあ、日本人も強いっていうのを証明していきたいなっていうとこですかね。誰がやっぱりライバルかね、日本で。まあ、あの総格闘技のこう有名な団体は3つぐらいあって、あの高田さんなんかがやってる、あ、それライジンですか。ライジンの他に、うん、ディープっていう団体と、うん、シュートっていう団体と、あとパンクラスっていう団体3つあって。あ、聞いたことあるよ、シュートもある。あ、本当ですか。3つの団体があるんで、うん、そこの団体の僕と同じ階級のチャンピオンとかは、うん、もうやってみたいなとは思ってます。大丈夫、でも負けるとは思わないですか、うん、
それやっぱり楽しみだね、はい、僕弾くのこのグローブをはめてやるっていうのもあるんですけど、ライジングではそのルールはないのか。まあ、僕は総格闘技なんでオープンフィンガーなんですけど、そうだね、まあ、でも面白い相手とかいたらキックボクシングとかボクシングも挑戦してみたいなっていうのはありますか。あ、これはめてね。それはまだ1試合もやってない。1試合もやってないですね。あれが見てるのだからこのすごい速いなと思ったんだよ、これストレートが、あれはだからこのグローブのはめたらもっとすごいなと思うな。ダウンの仕方がね、2年か、2年で世界の頂点とやめて、いいね、期待したいですね。まあ3つ目なんですけど、次本当いつ試合する予定ですかね。ああ、試合ですか、うん、多分大晦日かなと思います。あ、やっぱり、はい、まあ、対戦相手とかがいれば、うん、大晦日にやるかなと思いますけど、まあ、いつでも戦える状態にはしない。いや、体見たらね、すごいなと思うんですよ。だからスタイルがすぐこう太る体質じゃないな、俺と同じみたいな感じになった。ウェイトもそんなに絞らなかったんですよ、はいはい、もう練習もだからハードに汗出すまでそんなしなくてもいいような気がするんですよ、はい、集中してパッと終わるっていう体型だから、うん、ブランクもあっても長くあってもダメだしね。ちょうど12月はいいですかね。そうですね、やりたいですね。これ楽しみにしてるね、やっぱりね、期待してるな、うん、やっぱり最後はやっぱり目の前でなんかグローブはめてるところをちょっと一緒になんか形作りたいね。ああ、ぜひぜひお願いします、ね、いいですか。お願いします。うわー、嬉しいな。ちょっちゅね、これが練習の試合用も、これ試合用ですね。これ試合用つけてみた感じは、いや、これ似てるのはつけたことあるね。これ試合用でしょ。そうです、そうです、試合これやってます、こういう感じ。すごいな。皆さん、お願いします。お願いします。お願いします。やっぱり左に飛んでくるね。よし、ありがとうございます。左がやっぱりちょっと早かったな。もう言ってるのはちょっと遅かった。すごいですよ、これ左。やっぱり今ね、面接具合が残ってました。すごい、なんか対面して感じる。すごい。ちょっちゅね、朝倉みくるさん、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。大変光栄です。元気もらいました。スパルタ応援します。あ、ありがとうございます。よしか。やばい。昔ボクシングをやっていました。福祉県陽子です。チャーポイントは口の周りです。これ何ですか？ホックス？サックス。あ、サックス。座右の銘は4.0 です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。